チキラダムデジュンです。今回はね、イベントクランお邪魔しに来ました。対戦の方もね、参加させていただき、久しぶりにね、こういうイベントの対戦やりましたね。まあ今回はこちらから動画2本作っていこうかなと思ってて、まあ1本目はね、今日いろんなアタック見ていこうかなと思って、まあ様々な種類のアタック、いろんなね、有名な人たちもたくさん出てますので、いいアタック紹介していきつつ、まあ2本目はまた明日になるかなと思うんですけど、結構ね、スーパーネクロでの全開が多くてびっくりしたんで、こんなに使う人いるんだと思ったんで、ちょっとね、一本の動画作れるぐらいスーパーネクロが多かったんでね、そちら紹介していきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。まあイベントクランでね、久しぶりだったんですけど、なかなか僕ね、イベントインすることができなくてね、クイーンウォーカーズの大会がね、EW と、まあ初日の開戦時間が EW があって、そのままぶっ続けて VN インビテーショナルと EW が、まあ5戦ですね。5戦被ってて、まあ無理で。で、次の日、このアタックもね、始まる直前ギリギリまでって感じだったんですけど、5カップがね、次の日もありまして。3大会と被ってて全然インできなかったんですけど。まあその中で、まあ普通に攻めても面白くないんでね。なんか適当に、なんかやろうかなと思って。あった50になりました。微妙なあれですけど。このベビドラやりたすぎてちょっとこれやっちゃいましたね。フォーミングが1個もね、これ秘書券なんですよ。久々に秘書券の攻めやったんですけど。ベビドラ最強のゾーンが発見してしまい、これ、外周部のタンク系のやつがこれで自動的に切れるので、あ、これ、スニゴブ最強やと思って、この作り。で、イーグル4ぐらいまでをね、シューターで撃ち抜いて、一気にリクパートスタート。ここまで結構時間使っちゃってたから、これ大丈夫なんかなと思ってたけど、時間ギリギリになるかなと思ったけど、まあそんな感じでやってきます。はい、ゴーレム、その後にアイスゴーレム2体を添えて進んでいくと。イエティサイドカット、その隙にタウンスニゴブやって、タウンホールは撃破と。普段ね、クリエイティブの練習する、まあ対戦でやんないんで、クリエイティブ系の戦術のね、練習にもなるかなというところでやってきました。さあ、フィストを使って、これ、ウォーデンのライフオーラがちょっと外れそうだったんで、早めにフィストを使っていきました。時間すごいかかってますね。で、スケルトンをシングルITマルにお祭りしてあげつつ、まあ、イエティの方もね、サイド出してたんですけど、イエティとホグ1体ずつ当てることで防衛施設をピンポイントで狙い撃ち、ロイヤルチャンピオンは使い道どうしようか考えてたんですけど、上がいいかなって感じで上から登場ですね。下は下でこうやって、シューターから出てくるやつで押せそうだったんで上採用っていう理由です。はい。イエティだいぶ時間と、ま、かかってましたね。リクスケの処理に。まあ、ここのマルチは本当はクイーンで射抜いていくプランだったんですけど、ちょっと膨らんで入ったんであんまり処理に時間がかかってますね。さあ、仕上げにアーチャー50体がバラバラバラと登場していって、こいつらのおかげで全開が取れたわけですよ。そんなわけはないか。まあ、残り施設もね、少なくなってきて、これでフィニッシュと。さし、ブーメラン飛んでいって、まあ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 。まあ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 。まあちょ、まあ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 。そしたらスタドラのアタックも紹介していこうかな。多分スタドラもクリエイティブに寄せたようなタイプのプランニングをね、してったと思うんですけど、まあ普段やんないと思うんで、こういう編成は。ゴレッサンとロケバルとライダーと。まあそんなイメージですかね。本当はね、もっとイベントだったんでね、せっかくのイベントだったんでね、インしていろいろ、いろんな人と喋りたかったんですけど、マジで時間がなくて、この2日間は本当に、全くできなかったですね、そういうの。あとでね、多分主催の方のアタックだと思うんですけど、そちらもね、前回星6取られたので、そちらも紹介していきたいと思います。これ名前わかりづらいけど、スタドラですね。さあ、ゴーレム縦に入れていきつつ、多分、ロイちゃんをね、本当はキングとクロスの方に誘導したかった感あるんですけど。あ、でもストライカー持ってきてないんだ。無視するプランもしかして。なんか、慌ててボーデン出てきた危機。さあ、レイジを、ここレイジかけていく。ジャンプをターンホールの方へ。さあ、ボーデンがなかなかキングに追いつけない。打てないね。ここで打っていくんですけど。キングにはトームが入ってないので、キングが溶けてしまう。さあ、結局、ロケバル差し込む羽目になって、さあ、外周にバルキリー。これ本体入れる予定だったね。さあ、インビジブルでロイヤルチャンピオン延命していき、真ん中マルチ、なんとか押せそう。
さあ外周部切っていったことでクイーンをタウンまでなんとか持ってきたいんで、おお帰ってきた、さすがクロークって、シューターの方にリクスケが当たっていってもうちょっとだけ伸びてほしかったが、あー大工強いな、すごい回復してる、さっきまで HP ギリギリだったのね。さあ大量のロケバルが飛んできてクロスまで降りきれるか、ロケバルに合わせて手持ちのロケバルも全部投げ込んでフリーズからのマルチまで折れるか、これ折れるかどうか大事、落下ダメージがね普通のバルーンよりねロケバルの方が高いのでこれは落ちていく、素晴らしい。さあアーチャータワーがかかるかどうか、かかりますね、かかるんですけどなんかあーズルしてる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 、すごい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 、あーズルした上になんかちょうどよくいいところで止まった、とんでもない。おっとソラスケ一体が、おっと今度はリクスケ華麗にねこの辺の施設を撃つときにねアーチャーターンに落とされる予定だったんですけど、ソラスケルトンを利用しての超ダッシュしていくムーブ。さあここ祭壇、おお。キングに殴り変えない天才ガーゴイル、天才ガーゴイル現れてギリギリですがこれはクイーンが打ち勝って全開と、いやなかなか運がいいですね。いくつかねポイントがあったんですけどそこを全て乗り越えてきましたね。じゃあ他の方のアタックも見ていこうかなと、他のクランの方のねアタックも見ていこうかなと思います。ひろやさん、いや僕もね今のがね2回目のアタックだったんですけどね、1回目はね途中で変なんだ、結局主軸何にしようか悩んだ挙句にいいや全部スニゴブでってことでスニゴブ30体で攻めたんですけど 98% ということでね前回1本しか取れませんでした。いやウォールブレイカーありえないとこついたんですよ2回も、あーっつって。さあこれはクラウスがよくやってるキングイーグルのウッドランチャー中心みたいな感じですね。これ結構ね海外の方でもねクラウススタイルって紹介されることも多くなってきてね、まあ、クラウスがもともといきなりやり始めた戦術だったんですけど、おフリーズで援軍まで固めていく。さあウッドランチャー真ん中マルチに当てないような角度で投げ込んできたんでなんか意図があるのかなと思うんですけど、これクイーンの道を作りたかったのかな、ギリギリまで左に寄せていくことでクイーンも真ん中に持ってきたいみたいなイメージがあったのかな。さあクイーン対決当たっていってここは打ち勝てそう、ナイスロイちゃん、クイーンをこの真ん中に連れてきたかったのかな。さあラバルタンホールの方から、まあ、このヒールの呪文が大事ですね、タウンホール越しのヒールがめちゃめちゃ強いのでタウンポイズンを受けてしまったバルーンが落ちないっていうね、これがねスーサイドラバルで できるのが強い。さあ追いアイスラバからのストライカー投げ込んでここで一気のトームヘイスト、あこれ避けてそうですね、数体しかかかってなさそう。さあタゲはちょっと投石の方外れちゃってはいるんですけど問題なくあったかな。さあ裏から囲い込みつつバルーンのね量と呪文の量も十分ありますのでここヒールかけていって呪文もレイジとヘイストが一発ずつあるので全開ですね。アイスラバが頑張ってる、最近なんだろう、もともとクラウスぐらいしか使う人がいなかったこの戦術なんですけどやっぱりどんどん流行ってきましたね。これね強いっすね、あとやっぱヒールが強いね、今の環境に合ってるね、タウン裏シングルの区画ってトルネもセットで置かれてることが多いから普通のラバルでやっちゃうとそこは溶けちゃうんだよね。うまいことかわすっつってもやっぱ使い捨てラバルみたいにタウンホールがねなっちゃうんだけどヒール採用がうまい。さあ続けてスーパーバーバリアンが19体入った編成と、多分これヤッターさんだと思うんですけど SG トリステラっていうキャラにね、おーおお殺意の高いホーミング落とせました。レジェンドでもねこういうこの配置あるんですけど僕も実は同じことやってると思っておおと思いましたね。クイヒーこことねシューターここでこの配置結構強いです。うん、
とまずはクイヒ入れていきつつシューターサイドカット入れていって、さあイエティからのストライカーでこれはクイーンを狙ったような形ですが、投石の範囲ダメージが入ったのでクイーンまでは処理ができず、さあ慌ててスーパーババリアン出していきますがどうでしょう。ちょっと足りないちょこちょこスーパーババリアン出てきますがどんどん落とされていく。その隙にクイーンが HP が減っていって、クイーン見てましたねこれ、完全に相手の被っちゃった。ユニコーンにリーグル飛んだのこれ良かったですね。キラ飛んだらちょっとだるかったんですけど、シューターから出てきたイエティが処理をしてくれました。さあゴレイエティキングを内側へ、ウォールブレーカーをエアスイのとこつけていきました。さあジャンプでこのマルチ IT だったりタウンホールを打ちたいというようなルートにジャンプはかけておりますが、さあウォールブレーカーでしっかりルート作れて、ロイヤルチャンピオンちょっと遅れて出すことで綺麗に進んでいって、相手のキングを意識したこのストライカーなんですけど、なんかものすごいルートを取っている。うん、頭悪いっすね。ストライカーマジで意味わかんないルートで来るよな。さあタウンホール横打ち入りまして、クイーンの方はちょっとそっちには向かわない。さあこれはどうするか、手元に残した球体のスーパーバーバリアン、インビジブルは1枚、導き出された答えは1つ。そう、さあブーメランだけ飛ばすかな、飛ばさない、来ました、インビジブルバーバリアン、これで落としていくと。なんかオーバーキルレベルで結構削れましたね。普段やらないから何体必要か分かんないけど意外と削れましたね。ガーサス、まあ普通に取りたかったらこれスニゴブでいいわけですからね。はいはいはいまあこのような配置に対戦当たったらここの部分スニゴブにして同じことやれば取れますねきっと。うん、さあヒロヤさん、カドテスラが置かれていって、まずはバルーン、まあ、得意のトツウィズラバルですね。さあこのロケバルが強い、まずはボムタワーを潰していくことでスーパーウィザードのね安全地帯を作り出していく。ボムタワーがねトツウィズ対策になってるんですけど、そのボムタワーさえ壊しちゃえばいいっていうところで先にロケバルで壊していく。うまい、これはもうトツビズ使いの発想ですよね。普段からなんだろう、トツビズやんない人からするとボムターあるから無理じゃんってなるんだけど、ボムター壊せばいけるじゃんっていう発想ですからねこっちは。うん、あワンチャンこれ普段からまあレジェン結構有名なねレジェンド陣なんでね、普段はヘイストバルーンで潰してますみたいな形してるかもしれないですねもしかしたら。さあこのままゴーレム盾にして、そうですね陸王殿型で中心入れていくと、さあ今回はジャンプがいらないっていうところでね、さあロイヤルチャンピオンは少しだけ角度を変えて強い。この区画でマルチマルチだったり相手のロイヤルチャンピオンだったりね、いろんなとこが見える。でこちらサイドはラバニで王殿なしでやっていく形。フリーズ4発あるんでね、マルチが当たろうがね何しようが大丈夫と。さあこれはちょっとウォーデンのねオーラが微妙な範囲になっちゃったんですが、とここでしっかりドームかけていきつつ、強いなあ。あとはこの投石だけねガンガンにケアしていけばいいわけなんですけど、呪文がねまだ7発ありますからね。バルーン自体は結構落ちてきてはいるんですけど、まあウォーデンついてないんでしょうがないところかな。一旦ここはフリーズをかけて延命しつつ、もう無限にフリーズときは勝手に全開になりそうですね。さあロイヤルチャンピオンも合流して能力を残した状況。かっこいい。おお赤枠がガーゴイルが盾になってくれた。バルーンはどんどん落ちてきてしまってますが、ヒーローのね能力が残ってるので解放していって終了。呪文は6枠残しということで、これで全開ですね。ガーサス、おーウォーデン
かわいそう、生きてんの、生きて帰るんや。おお、生きて帰れた。そしたらラビさん見ていきましょう。純正かなですね。今回もロケバルが1体だけ入ってるんですが、対空砲を狙ってきました。ダントツの盾、ここで砲、ちょっと早かった気もするけど通りましたね。さあ援軍も連れていく。そっか、でもどっちにしろ秘書権だから罠見えてんのか。さあバルキリーがストライカーを殴ってくれまして、なんとか耐えていく。動くな、あバルキリーが強すぎた。さあこれ HP がかなり苦しくなってくるので、一旦フリーズですね。耐えていく。この1タゲきつくなってくるのがやっぱユニコーンいい調整だったよな。これどこだったかな、バタングかストラットかどっかのクランの配置をコピーした気がするんですよね。どっちだったかな。おい、クイーンの HP しっかり見てる。ストラットだったかな、まあ、その辺の結構強めのクランの配置コピーのやつです。真ん中マルチまで誘導できたらこれは強いですね。クヒしっかり、クヒちゃうわ、誘導することができました。ロイヤルチャンピオンブーミラン使っていくことでマルチ IT の方に誘導していきつつ、さあストライカー添えて、ギリギリですがライフオール入ってほしい。ロイヤルチャンピオンウォーデン前に出るんや、遅い。あ、来た、先に。ただこれは処理ができそうですね。さあレイジスケルトン打ちつつ、ここでストライカーも添えてトム強い。手元にバルーンはまだ7体ある。さあ残ってるのはねシングル IT というところと、今回もタウンホールね通るわけではないんですがヒール採用で、まあ真ん中マルチ残った時のケアとかそういう意味合いもあったのかな。赤バックこっちの方でたくさん出てましたね。さあ呪文がめちゃくちゃ残っていってのフィニッシュ、こちらもどうやっていくと。お、赤バックはありましたが分けておいてるタイプなんだね。ガーサスト、あと1本かな、2本かな。さあこちらですね、主催の方ですね、チェコリンさん。ライトニングが2発と、クローンが2発、インビジブルが2発と、222と、エアスイ降りつつ、まずはライドラカット。逆サイド、キングクイーン。うん。花火ですね。サイドカット、両サイドやってきつつ、ドラゴンブッパー。さあ、レイジ置いて、トム。そっか、入りにレイジがあるから、インビジブルが。あ、フリーズとかないんだ。うーい。ポイズもない。さあ、レイジからの、通っていきそう、これは。さあ、普通のガゴも入ってたね。さあクローン入って、ちょっと、インビジブル？タウンが起動してないですね。援軍に。そっか、援軍反応して起動してなかったんですが、ここは一気に落としていって。ドラゴンの量、えぐい。そっか、今回あれだもんね。ライダーゼロで、全振りドラゴンだから、すごいな。塊がすごい。なんかバーバリアンいる。ババがドラゴンの盾取ってる。ライダーゼロも確かに強いかもしれない。さあ今回ロイヤルチャンピオンにユニコーンつけてますね。ロイヤルチャンピオンを生かしていきたいというところですが、これはハマってるね。1タゲずつなので HP 落とされかけてはユニコーンが回復してくれるような展開を作っていく。さあもうあとはブーメランぶっ放すだけでも終了しそうなぐらいの強い。トルネも出てきました。ちょっとだるい。あ、高速ロイちゃんしてる。高速ロイちゃん。お、高速ロイちゃん。フィニッシュと。
ドラ12体とかそんなもんだったかな。強11体、そんな詰めるんだね。さあ本日ラストアタック、同じ編成ですかね、主催の方チコリンさん来た。今回もユニコーンをロイヤルチャンピオンに捧げていくスタイル、安い折りつつライドラカット、このライドラカット強そう。うえいいチェイン外れてく。さあレイジを着つつトーム、ちょっとね角度気をつけて左サイドから突破していく。赤バックって結構真ん中あるからね、この角度つけるの結構大事。さあ早めのレイジからのインビジブルクローン、おっとやっぱ真ん中にありましたが、さあ真ん中にずらしてクローンインビジブル。さあ圧倒的火力で一瞬でタウンホール落としていって、真下に現れた投石機も一緒に消していく。クローンにはやっぱ強いよな、圧倒的爆発力。さあ残りはね、残ったドラゴンたちが活躍できるかなんですが、ロイちゃんがそうだよね、最終的にキーになるから、このロイちゃんにユニコーンつけてるのは強いかもしれない。ギガホグとかと同じ要領だね。短期で使うってなるから、まあ、クイーンはどっちかっていうとサイドカットっていうか、うん、ヒーローペットでも割と個性出ますよね。さあこれで回収していって、前回ガーザスと、ライダーなしも強そうだな。ドラの量がすごいですね。はい、というわけでね、今日はイベントクランから動画紹介していきました。まだねスーパーネクロの方がなんか1試合に5本だったかな、5本ぐらいスーパーネクロのアタックがあって、そんなことあると思って全然見たことない、見ないからね。スーパーネクロって結構珍しいんですけど、一緒に5本も出るっていうところでね、まあ、次回はスーパーネクロ特集していこうかなと思います。まあ、普段ねあんまりイベントとか出ないんですけど、ちょっとずつ最近出始めて、まあ、秘書券で攻める経験がねマジでないんで、今秘書券の攻め方忘れましたね。まあ、なかなか交流ねできる時間はなかったのは残念でしたが、すごく楽しかったです。というわけでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でしましょう。おそろ